こんなすごく香りのいいセロリを使って甘酢ピクルスを作っていきたいと思います。もう本当即席でできるので、そして材料も少なくていいので、ぜひお試しください。セロリはここの部分にちょっと砂とかが入り込んでいる場合があるので、よく指で洗っていきます。この間とかも汚れを落としていきましょう。今回のピクルスで葉っぱは使わないんですが、葉っぱはスープに入れたりとか、あとはまたきんぴらとかソテーにしてもすごく美味しいので、これは後ほど使っていきます。ではセロリをカットしていきます。ちょっと節がある部分でカットしていきましょう。あとは、いろんなやり方あるんですけど、私はちょっとこの葉っぱの部分だけを取っていきたいと思います。はい、でここの部分は後ほどふりかけなどでまた使っていきますので、斜めにこうやって薄切りにしていきたいんですけれども、ちょっとここの部分が太くて大きいので、まあ、大体半分ぐらいかなに切って、よいしょ、いい音ですね、はい、でこの繊維を、断ち切るような感じで斜めに切っていきます。ちょっと太め、同様にここも斜めに切っていきます。はい、で時間がない場合は薄めに置くと味が染み込みやすくなります。細い部分はちょっと斜め、ちょい斜めに切っていきます。ピクルスというと、こう瓶詰めにつけてしばらくこう 2,3 日置いて食べるというイメージありますが、今回はもうすぐに食べていきたいので、ビニールを使っていきたいと思います。ちょっと大きめにカットしてます。でまず唐辛子、唐辛子入れていきます。ちょっとピリ辛の風味にしていきます。はい、そしてお塩ですね。お塩はちょっとこれ多いかな、一つまみぐらい入れてちょっと味を決めていきます。で塩を入れたら、少し塩をセロリにまんべんなく行き渡るように揉み込んでいきます。塩が行き渡ると少ししんなりしてきます。少ししっとりしてきたら、今度はすし酢を入れていきます。はい、すし酢はお酢に砂糖、そしてお塩が入って、少し昆布だしが入っているので、もうこれだけで十分美味しくなります。でこれをまたもみもみして、まんべんなくセロリに行き渡らせます。セロリの大きさによってすし酢の量とかお塩の量は調整してください。もうこれでですね、30分ぐらいつけておくと、もう簡単なセロリ即席ピクルスの完成です。